神奈川市販学校は、新生横浜国立大学学芸学部の前身の一つとなった市販学校である。小学校教員養成所、市販学校、横浜市販学校級神奈川県市販学校神奈川県人場、市販学校神奈川県市販学校神奈川県城市、市販学校神奈川市販学校前身の神奈川県市販学校から引き継いだ。 鎌倉市行きの下のコーチを廃止まで使用した。鎌倉コーチは、後進の横浜国立大学学芸学部に継承されたが、1965年1月に火災で第一頭、第2棟を消失した。1966年に教育学部と解消後、同年末に清水が丘の経済学部キャンパスに移転。1974年8月には、 現在の時和大キャンパスに移転した。旧鎌倉コーチは現在、横浜国立大学教育学部付属鎌倉、小学校、道中学校のコーチとなっている。前身の神奈川県女子市範学校から引き継いだ、横浜市中区立野のコーチを廃止まで使用した。立野コーチは、後進の横浜国立大学学芸学部に引き継がれ、横浜文校となった。 1953年4月からは全学部の一般教育が横浜分校で行われた。1959年9月、横浜分校は清水が丘に移転し、1971年に廃止された。旧建のコーチは現在、横浜国立大学教育学部付属横浜省学校のコーチとなっている。ありがとうございます。